レーマン家庭選挙運動は、1918年に、ポール・エス・エル・ジョンソンによって創立された。この運動は、モノミノ党創始者、チャールズ・ラッセルが1916年に制挙した後の、モノミノ党聖書差し教会から独立した形の支流として起こった、いわゆる文化主義によらない、キリスト教書宗派共通の信仰組織体である。フランス、ドイツ、インド、ポーランド、 英国、ウクライナ、それからアフリカの至る地域で、またカリブ諸国から南米諸国まで多くの国々で活発に活動している。1917年の初頭、ラッセルの遺言状とモノミノ東京会の公式検証の中でが一設した編集委員会のためのラッセルの取り決めを超えて意見の不一致が当時のモノミノ東京会の編集委員会の間で起こった。 これについて、物見の東京会を離れた75%を超える、独創的な聖書研究者たちと共に、多くの派閥が入り込み、1928年までには、エリアの声協会、牧羊者の聖書研究会、この他様々なグループを含んだ、他の独立したグループと親睦団体をも巻き込んで、組織の内部分裂が起こった。レーマン家庭運動は、1917年の、 フォートピット大会での組織の方針に意義のある兄弟たちによる大規模なグループから形成された牧羊者の聖書研究会の委員会による3人のかつての聖員からなった。実はその名称はラッセル牧師によって早くから用いられていた。このグループは50を超える国々で今なお働き、また活発に活動している。ジョンソン牧師の亡くなった後の1950年には、 レイモンド・ジー・ジョリーが LHMM を率いたが他の信者らと共に彼らの間には早くから意見の不一致があった。組織委員会の評議員、ポール・ SL ・ジョンソンポール・ SL ・ジョンソン・オハヨ州、コロンバス首都大学を優秀な成績にて卒業した。あと、ルーテル教会をハヨシノド神学校を卒業した。ジョンソン牧師は、 非常に波外れた方法で聖書の言語より、その意味を理解するために必要な技能を提供してくれたギリシャ語とヘブライ語の学者であった。神学校で学んだ教理神学の一つは、例のごとく永遠の苦しみであった。彼は、唯一なる神の完全な英知、公正、力と愛、かつて神に敵対していた人間たちに永遠に刑罰を下されないことも、 その刑罰さえも神のお心ではないことも信じるようになった。彼は聖書の教えは、かのごとく罪の報いによる刑罰は死であり、永遠のせめくではないという見解を採用した。レーモンド・ジー・ジョリー、ブルームスブルク・ステート・カレッジを優秀な成績で卒業した。彼はペンシルベニア州イーストンのラファイエット・カレッジにて、キリスト教神学と古典学を学んだ。彼は、 長老派教会にて奉仕したが、教派にとらわれない立場による、福音理会に立ち返って、後に、そこを離れた。ラッセル牧師とジョンソンの両者のもとで、物見の東京会の巡礼者として奉仕した。彼は1979年2月14日に彼、自身が亡くなる時までの間、ジョンソンが成居した後の委員会の事務所を引き継いだ。オーガスト・ゴールケ彼は、 レイモンド・ジョリーの部下で、専属の補佐であったが、1979年に委員会の評議員として任命され、アメリカ合衆国の大部分を網羅するラジオ、放送電動などを含む、公の事業を幅広く拡大し、彼の亡くなる1985年まで奉仕した。バーナード・ W ・ヘッドマンから1985年から、彼の亡くなる2004年まで、バイブル・スタンダード誌の編集長だった。 彼も、また委員会の評議員として、並びに、レーマン家庭選挙運動の指導者として奉仕した。さらに、彼らの現在残っているいくつかの著書の再出版だけではなく、LHMM の伝道事業を拡大することにおいても尽力していた。ラルフ・エム・ヘルツィヒ2004年に、委員会の評議員並びに、レーマン家庭選挙運動の指導者として選出された。さらに、 多くの改修での講演者や受付や報紙、さらには外部団体との接衝や個々人の要請に応じるなど難しく困難な伝道奉仕を受け持ちながらも他の様々な奉仕の感激を塗っての巡礼奉仕団の監督だけでなく、バイブルスタンダード氏とプレゼントトゥルース氏の総編集局長にも就任した。毎年恒例の4つの総大会はアメリカ合衆国のほか、 さらに多くの様々な諸外国で年間を通して開催されている。チャールズ・ティズ・ラッセル・モッカ・ LHMM は1880年代のチャールズ・ラッセルの著作である6巻の聖書研究シリーズを出版している。詳細は外部リンクを参照のこと、ポール・ SL ・ジョンソン教授の著作である聖書の洞察研究の17巻セットもまた、 出版されており一般流通ルートで市販されている。さらにまた月2回発行のバイブルスタンダード誌と期間のプレゼントトゥルース誌の2種類の雑誌が約12の異なる言語に翻訳されて制作されている。LHMM のウェブサイト www.biblesdandart.com は諸外国の LHMM サイトのリンク さらに聖書からの疑問を尋ね求め、また答えることができる、相互リンクのボタンなど、様々な雑誌の記事とともに、聖書からの回答を提示している。この伝道運動は、近年において、公の宣教のための働き人の名称として、またさらなる LHMM としての宣教の使命を、完遂するまで、バイブルスタンダードミニストリーズの名称を公認している。ポーランドのポズナニにある、 祈りの家という集会場。ロゴマークは十字架と王冠である。かつてラッセル時代の物見の東京会で用いられていたものとほぼ同じものである。以下、日本語の情報。ありがとうございます。